皆さんこんにちは、現役産婦人科医師のママジョイチエコです。生理のたびに感じたを繰り返す、体調が優れないと思ったらあそこの痒みも気になる、そんな女性は意外と多いんですね。放置していると夜も痒みで眠れないとか、夜間の睡眠を妨げられてしまうようなことも起こってしまいます。できたら感じたに悩まされず健康な生活を送りたいですよね。前回は基本的な生活習慣で気をつけられるポイントについてお話ししたので、それでもなかなか改善しないという方に向けて、繰り返す感じた膣炎について、その予防方法と役立つサプリメントについてご説明していきます。前回の動画をまだチェックしていないという方はそちらも合わせてご覧くださいね。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。まずは基本からおさらいしましょう。カンジダ膣炎はカンジダ属の真菌によって起こる感染症のことです。カンジダが膣内にいるからといって絶対に症状が出るというわけではなく、異常に増殖してしまうと痒みや織物の異常といった症状を起こすことが多いですね。普段は体の至るところに存在して問題を引き起こさないこの菌が、免疫力の低下やホルモンバランスの乱れによって異常に増えてしまうことがあるということですね。主な症状としては、かゆみだったり、膣の赤みや腫れ、チーズのような白い分泌物、そして性交痛や排尿時の痛みなどがあります。ここでは、カンジダ膣炎の予防に有効なサプリメントを3つご紹介していきます。その選び方についても詳しく説明しますね。1つ目はプロバイオティクスです。これは体内の善玉菌を増やして免疫力を向上させることで、カンジダ菌の過剰増殖を抑える効果があります。乳酸菌やビフィズス菌などを含むものがおすすめですね。2つ目がビタミン B 群です。これは免疫力の向上に役立つだけでなく、体の新陳代謝を促進し、ホルモンバランスを整えるのにも有用です。特にビタミン B6 は PMS、月経前症候群の緩和に役立つとされていて、カンジダ膣炎のリスクを減らすことも期待できますね。3つ目が抗酸化物質です。ビタミン C やビタミン E、セレンなどの抗酸化物質は免疫力の向上に役立ち、体内のカンジダ菌の増殖を抑えると言われています。特にビタミン C はカンジダ菌の増殖を抑える作用が研究で明らかにされていますね。以上、繰り返すカンジダ膣炎に効果の高いサプリメントについてお話ししてみました。健康な膣の環境を保つためにプロバイオティクスやビタミン B 群、抗酸化物質の摂取を心がけるといいですね。ただしサプリメントはあくまでも予防や対策の一部なので薬の代わりにはなりません。治りが悪い場合や症状がひどい場合は医療機関でご相談することがいいかと思います。ということで、皆さんがカンジダ膣炎を予防して健康な生活を送れるように応援しています。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。